イケメンってそんなに重要じゃないんですよね。阿部寛さんって、まあ、今俳優として売れてますけど、あの人って俳優始めた頃って全然売れてなかったんですよね。イケメンではあったけど演技ができないっていうので、であれ塚なんとかさんの劇団に入って、であのイケメンであるということをまず捨てて、ひたすら演技をするの練習をするっていうのをやって、で今演技力が高いっていうので割と評価を受けるようになったので、なので実はイケメンであることよりも演技がちゃんとできることっていうのが重要だったりするので、まあでも演技ができるとは何ぞやって難しいんだよね。売れてる会社とその仕事が多い会社ほど自社ホームページがずさんになるんですよ。なのであのすげえ優秀な制作会社って自社ホームページが3年前から変えてなかったりするんですよ。もう変える必要もないし忙しいから変えられないんですけど、でうまくいってない会社ほどちょこちょこ自社ホームページ変えるんですよ。なんか実績とか増やしたりするんですよ。でうまくいってる会社って実績も変えないんですよ。もう変える手間もないし時間もないっていうのがあるので、なのでどれぐらい自分の会社が変わってるかっていうのを見るとうまくいってるかっていうのが分かったりしますよ。そう、売れてる会社ほどね自社ホームページ雑魚いんですよ。タレントでローマ人の役をやってるので結構有名な方がいるんですけど、あの阿部寛さんっていう人で、まあ、売れっ子で見た目も良くて演技力もめちゃくちゃあるんですけど、あの人のホームページがひどいんですよあのまあ日本で一番高速に表示するホームページを見たいのであれば、その阿部誠さんのホームページを見ればいいって言われるぐらいあのまあひどいんですけど、はい、なんでそんな感じです。はい。